ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらの足が伸びる大きなお風呂のある物件にお邪魔しております。こんな格好でね、ちょっと、お邪魔してるんですけども、このね、しっかりと掴むことのできる足が伸ばせるお風呂というのがですね、やっぱりこう、一番ね、嬉しい浴室ですね。しっかりとね、一日のね、疲れを癒していただくことができます。で、洗面所もですね、かなり広く作られておりまして、大きな洗濯機を置くことができる室内の洗濯機置き場。これもね、大きなシャンプードレッサーの独立洗面化粧台ですね。で、この、洗面所を出ますと、廊下にはですね、このように、収納スペースがドーンとついております。で、こちらですね、玄関、シューズボックスが、上とね、下についておりますので、しっかりと、まあ、大容量、ね、靴をしまっていただくことができます。で、こちら、奥行きのあるお手洗いですね。ね、ストレスなくね、こう、癒しの空間として使っていただくことができます。で、こちら、カウンターキッチンのある大きなリビングスペースになっております。これいいですね。このリビングが見えるカウンターキッチン。下もね、こう、ちょっとおしゃれな棚になってますね。ここのちょっとこう特徴はですね、上が壁紙とこの下にね、この板の部分がありまして、ちょっとこう、一戸建てのね、おしゃれな感覚になりますね。で、角部屋になっておりますので、こちら、窓がついております。シャッターもね、ついてますね。で、こちらには、バルコニーがついてます。こちらが南向きでね、東にも窓がついております。で、ここのシャッターがね、ついておりまして、バルコニーは結構横に広くなっておりますので、お洗濯が使いやすくなっております。ね、セキュリティガラスとですね。で、リビングの隣に、洋室が続いておりまして、広々とね、使っていただけます。奥には、このクローゼット収納。よいしょ。これね、お布団でも、しまっていただけるようにね、腰の位置にこう、板がついてますね。で、こう、続いてますのでね、開放的に使っていただくこともできますね。で、キッチンのね、こっちもね、広くなっております。冷蔵庫を置いて、食器棚をね、置いていただいて。この、調理スペースは、もうね、かなり広くなってますね。で、コンロ2つ、ここに置いていただきます。キッチンにも大きな窓がついてますので、換気、風通しがバッチリできますね。インターホンがね、ついております。で、最後にこちら、奥のですね、洋室。これで、1、2、リビングでね、2LDK のお部屋ですね。で、こちらにもクローゼットがついてます。ここには、ね、ハンガーパイプがしっかりついてますので、コート、上着なんかをこう、ずらっとかけていただくことができますね。この辺りは静かな、住宅地になっておりますので、まあ、閑静にね、ご家族で過ごしていただくことができます。また、詳しい情報は弊社のホームページでご確認いただきたいと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のスキルは、皆様の家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。